キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日は日韓プレイヤーズベースボールゲーム、なんかちょっと名前違いますね。あ、何やったっけ。ドリームゲーム、あ、日韓プレイヤーズドリームゲームですか。あ、そういう、そうだね、これだ、はい、それの体験記です、はい、うん、いや、お疲れ様でした、ね、面白かった。そこだよ、これ。うん、打てんねんで。打ちましたね。うん、やっぱ技術あんねん。体力ないけど技術あんねん。いや、あの、確かに、うん、あのすごいこう下の方こう拾って打ってこけそうになるみたいな。そうもうあの体力ないから、はい、バランス取られへん。その後こけんくてよかったわ、逆に。いや、本当ですね。うん、稲葉さんに言われたもん、うん、現役時代からあそこは強いなって。あ、そうなんですね。俺低めが好きだからね。低めの拾うのとこうまいから技術あんねん。だから俺言ってんねん、やっぱあの佐藤俊哉、今の佐藤俊哉には勝てられへんかもしれんけど、はい、田村と柿沼とかだったらまだ俺勝てるんちゃうか。今でも大が里崎の方がいけるかもしれない。1試合だけだったら、うん、もう体力ないからね。え、佐藤さん体力ありますよね。お化けです。今でも体力お化けって言ってますよね。野球の体力ってことじゃないですか。そうそうそう。あー、そっか、違うのか。走られへんの。だから俺みんな準備練習めっちゃしてたけど、まあバッティングはやったけど、うん、10スイングだけ練習したけど、あとキャッチボールとか、うん、練習ゼロ、はい、ほぼゼロ。へー、なんでか知ってる、うん、しない時が一番元気だから。あ、そうかそうか。これ張り切ってしたら、うん、どんどん能力下がってくれ、ね、あー、もうあのドラクエ、ドラクエで言うと毒の沼入ってるみたいな。動けば動くほど HP 減りますみたいな。だから張り切って練習したら、はい、投げれれへんくなるから、うん、もう疲れるだけだから、うん、休み方でやった方が一番いいから、ほぼ何も練習しない。もう勝ったしな。でもみんなすごかったよ、うん、フォームも、はい、みんな一緒で、うん、確かに、うん、やっぱみんな体力ないだけで形を覚えてるから、うん、でも糸井ホームランエグかったな。ねえ、ね、もう現役選手かっていうね、うんうん、しかもあの糸井甲子園の室内で練習してたらしい。へえ、今日に向けて。そうなんですか。でも真面目かっちった。ミエセスのバット使ってね。そのミエセス1個も出てこないけどね。でも韓国側は合宿とかしたらしい。そう、韓国側はなんかそのドキュメンタリーついてたらしくて、はい、だから合宿とかはなんか親善試合とかしてガチで来てて、うん、練習とかエグかったよ、はい、でしかも試合ついてもライン入ってるからね、ボールのバットが。だから合わすのもうまいし、こう打つなっていうぐらい、うん、でしっかり触れてるし、うん、エゴかったよ。あっちも引退しててもエゴかったよ、バッティング。ピッチャーのやりくりも大変だって。いや、大変ですよね。そのやっぱりその投げれへん、そのもう投げられへんやん、うん、しかも岩隈とか怪我で引退してるから、うん、それ投げられへんやん、マハラとかも、はい、でも投げないと誰かにしわ寄せくんで、うん、誰かが投げなきゃいけなくなるから、うん、だからみんなのためにも、あとはそのファンの人のためにも一人は投げようみたいな、はい、痛くてもって言って、うん、みんなその自分の役割分担やって、うん、まあ、抑えは9時やろってなって、うん、あの上原さんと清水直さんがめっちゃ電話とかもしながらマネージメントして投げるのの、うん、なんか一致団結して頑張ってよ。俺もブルペン行ったけど、小松がちょっとやらかしかけてさ。2番手でしたっけ。、うんうん、5者連続フォアボールで、はい、あの時俺ブルペンいて、はい、3人ぐらい出した時から、うん、これやばいな、うん、もう変わるぞっつって、はい、多分あのイニング中にして、はい、で向こうからもなんか電話とかジェスチャーして、うん、いつでも行きますみたいな。へえ。で俺その、うん、ライトのそのブルペンに行ったの、はい、そしたら多分小松のファンやと思うの、はい、ファンの人が小松のタオルとか持ってて、はい、サトシー頑張ってきたよーって言ってて、はい、一人の多分女性の人が、うん、でフォアボール連発になってくるやん、はい、そんな姿見に来たんちゃうでーって言って、うんうん、で最初ヤジ結構でかかって、はい、で、うん、そのもう愛やろな、はい、知った激励の、うん、ね、だってグッズとか持ってる人だったから、だってかっこいい姿見たいと思うから、やっぱりそうそうそう、何やっとんねみたいな、はい、って言ってたけど、うん、あのもう4人目ぐらいから、はい、審判今のはストライクやろって優しい思いもう溢れてた、うん、だから大事だね、うん、そういうファンもね、うん、最初厳しいけど、うん、最後はもう審判今のはストライクやろって言ってて、うん、で抑えてほしいっていうね。でもなんかあれもやっぱりピッチャーってこう調整するの大変じゃないですか、うん、そんな中こう今もやってない方がこうそれでもこの試合のために上がってっていう、うん、なんかあの姿良かったですよね、うん、そうね、うん、でマハラとかも、うん、ちょっと今きついんで、はい、じゃあ一人だけで行こうって、うん、でまあフォアボール連発になって、はい、で原監督出てきて、はい、交代ってなった時に、うん、肩とか大丈夫か、あなんかもうしびれがーっつってしびれはあかんっつって痛いのとかはいけるっつってしび、はい、れはあかん、もう変わろうっつって
しびれはあかんやろ、うん、でみんなに、うん、今柔道整復師とかマッサージやってるから、はい、今日もう自分で打つうんちって、うん、もう手遅れちゃったみんなちょっとボロボロ感がね、なんか逆に OB 戦って感じがして、うん、で岩隈出てきて、はい、岩隈はもうきついって言ってたけど、うん、やっぱあいつのすごいのは、うん、球は緩いよ、それは仕方ないよね、うん、でもコントロールいいもん、緩いなりに、へー、だからやっぱりそのやっぱ一流はフォームは忘れへんねんなと思って、だから出力はそれは弱くなるけど、うん、その形のまま来るから緩くてもちゃんと来るもんな、それは受けてて、はい、あやっぱすごいなと思ったね、へー、で基地を抑えたしな、あとやっぱね絆が深まったね、みんなの頑張っていこうみたいななんとか乗り切ろうって、なんとかみんなで頑張るみたいな、なんかすごい絆が深まっていったね、うん、感じ的に。でもやっぱ打つ方がすごい元気だったんで、うん、ね、取って取られてみたいなね、うんうん、すごい面白かったですね、見てて。それは多分韓国チームのピッチャーもそういう感じだったと思う、はい、そうですよ、ピッチャーは大変ですよねでも最後140キロくらい投げるやつ出てきて、うん、多分あれ抑えだったと思うんだけど、うん、でもマッチとか勘から打ってて、はい、だって原さんがマッチに、うん、巨人では全くいいところ見てないけど、今日はいいところ見せてくれよって言ってて、で、なんかフェンス直撃かぐらいのツーベース打って、はい、あんな打球巨人の時見たことないぞって言ってすごい裏話ですね、うん、だから、うん、だからね、こう映像ね、こう使ってもいい映像を撮ってきたから、はいはい、それをね、差し込みながらこのね、話を聞いてほしいですけど、はい、お使っていいんですね、使っていいのよ、うんうん、でもやっぱエスコンすごかったですか、グランドから見た、こうエスコン、うん、じゃあこっち次エスコンの秘密いく、あ、ぜひぜひ取っていこう、最初屋根閉まってて、はい、で練習してるよ、うん、蒸し暑いな、なんか不快指数高いな、ぶっちゃけ体感西武ドームと変わらんよな、うん、っていう感じやね、はい、蒸し暑すぎて、はい、で試合の時に屋根開いたじゃん、はい、ただ風が入ってきてめっちゃ涼しくなっていい感じになって、屋根開けたらめっちゃいいやんってなって、うん、開けるか開けへんか不快指数全然ちゃうな、へー、だからそういったところは作った、うん、後から聞いた話ね、はい、その関係者の服で、うん、作った後にできた欠陥なんだって、そう分からんかった、じゃあ、はい、なんか隙間が入ってるらしくて、うんうん、いろんなところに、はい、屋根開けないと空気がこもってそういうになって、なんか各選手たちもいやなんか湿度高いなとかって言ってるらしい、はい、あ、じゃあもしかしたら雨の日とか、うん、その屋根閉めないといけない時っていうのは、うんうん、結構蒸し暑いかもしれないってことですね、うんうん、だからその隙間を埋める工事をしていかなきゃいけないんだって、へえ、回収して、そうじゃないとやっぱその不快指数高いらしくて、はい、でもそれは行ってみなきゃ分からなかったですね、はい、うん、でも開けたら最高よ、すがすがしかったし、うん、いい風入ってきて、天気がいい日とかは開けたら涼しいかもしれないですね、うんうん、あとやってみて分かったことは外野ね、うん、バックネットの上のところにちょっと空いてんね隙間、はい、で外が見えんね、うん、その間にちょうどフライ来たら全く見えへんで、これここ来たらね、稲葉さんこれここ来たら見えないですよね、ここ見えへんでって言って、そこは外野にとってきついと思う、そこがちょうどその間に入ってずっとライダーだったら、うん、これ全く見えへんぞと思って、それってそういう時ってもう選手どうしすればいいんですか、気合やな、気合もうこのぐらいで来るだろうですか、あ、しかもないよね、うん、はい、だからそこをか、うん、マックするかなんかしないと守備側はきついと思う、うん、そうですね、うん、それはまあ球団がねホームですから、うん、あとは外野手がどこまで言うかじゃない、うん、それを改善してほしいって言って、いやもうここはどうしても見えないからって、うん、だって2年目なんやからさ、うん、要望としてはできるはずやん、ね、うん、あとキャッチャーやん、はい、俺感じてエスコンのホームベース周り、はい、めっちゃ簡単やワンバットメント、へー、やっぱ昔は柔らかかったから、うん、打席に穴開いてたりデコボコしてたりして、はい、ワンバウンドがどこに跳ねるかわからんかって、うん、でも今粘土質だからこのほぼ穴開かないじゃんね、うん、俺他の球場はそんなやったことないからわかんないけど、うん、エスコンでやった時に想像通りのワンバンの軌道で来んねん、へー、あ、これはブロッキング楽勝やなと思った、へー、やってて、あ、そっか、簡単難しいってそのイレギュラーがないみたいな、そう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 、予想通りのワンパンで跳ねてくるなと思って、うん、
これは簡単やなっていうって思って、はい、今後の解説者の仕事に生かそうと思って、はい、エスコンでワンバン止めれなかったら、うん、これはボロカス言ってみて。あ、すごい生かされてますね、経験がね。そうそう、俺体験したからね、はい、これは簡単やっていう、うん、もちろんそれでバウンドね、すごい前で羽田とかだったらそれは難しいけど、はい、普通のベース周りのワンバンだったら、うん、まあ、あれはもう簡単や、もうバウンドの跳ね方は、はい、なんか前札幌ドームがここが広くて後ろね、後ろもめちゃくちゃ大変って言ってたじゃないですか。そうそう、でも俺後ろやらないから基本、はい、あ、まあ、確かに反らしたらやばいだけで、緊張感あるだけで反らさないから、はいはい、でもエスコンはもっと反らさない。そうです、ね、簡単だった。そうですね、だからエスコンで試合をするキャッチャーの皆さん、うん、はい、これから佐々木の解説厳しくなります。お止めれなかったらブロッキングできなかったら、うん、あんな簡単やのにって、うん、なっちゃいますね、うん、あと、うん、エスコン行って思ったのが、うん、エスコン行って思ったのが、もうチームを強くしたいんだったら球場をもし建て替えれるんだったら建て替えた方がいいな、全部全部全球団、あ、全球団ね、うん、はいはい、球場を建て替えた方がいい、うん、強くしたいんだったら、はい、正直、うん、グラ目に見えるところ、ファンの人もそうだけど、うん、目に見えるところは、うん、ぶっちゃけよ、チームの強さや弱さに影響しないね、うん、だって球場が狭かったからって言ってもホームのチームだけがアドバンテージあるわけじゃないし、はい、じゃあ ZOZO マリンで風が吹いたからって言って、うん、別にロッテの選手だけにアドバンテージあるわけじゃないじゃんね、うん、それが敵になる時もあるじゃん、はい、だから球場の形って、うん、まあ特徴、綺麗さとかはあるかもしれないけども、うん、それによって勝ち負けってそんな変わらんと思うね、うん、そこまで、はい、一番でかいのはやっぱバックヤードや、ハムのバックヤードはやばかった。へ、これはチームそれは強くなるぞっていう。え、何が強くなるんですか、そのバックヤードで。まずね、はい、多分これ、見せたらダメだから、はい、うん、あの見せれないけども、はい、ベンチの裏に、うん、もうバッティング練習場あんねん。へ、ベンチの裏やで。へ、もうここがベンチだったらそこにあんねん、はい、もうあのマシン置いててバッティング練習場が、うん、だからもう代打で行くやつそこで缶からバッティング打っていけんねん、うん、へー、練習できるんだ。だって一歩間違ったらよ、うん、神宮とか一人スイングするのがやっとだから、うん、それがもうマシーンで打ってよ、それで代打行くよって言って準備いけんねん、はい、それえぐくれ、素振りだけじゃないからね、うんうん、しかもそれがベンチの裏にあんねん、はい、だから感覚よくして状態でいけるわけですね、うん、で今メジャー20球団が入れてる、うん、もしそこによ、うん、あの映像の下でそのピッチャーの回転数も再現できて来るマシーンをもし入れたらよ、そこに俺がもしハムの選手だったとすれば、じゃあソフトバンクと対戦してて次ヘルナンデス変わってくるから先頭代打って、あ、分かりました、ヘルナンデスのスライダーお願いしますって言って、ヘルナンデスのスライダーその行く前に打席で打たなくても見るだけ見て、あ、こんな曲がりの感じかって言って目鳴らしてから、ほんで打席行ったら同じ球来んねんで、いや、絶対それは強くなりますよね、うん、その感覚がね、うん、よくなる、うん、じゃあ今度じゃ あ9回楽天のビハインドやけど代打行くよって、則本やって、則本のフォークお願いしますって、うん、フォークって、うん、たらこんな感じかとか、カウント取りのスライダーって、則本のスライダーって、うん、でそれ打席行くねん、はい、全然ちゃうやん、やだやだ、なんか敵チームからしたらすごい嫌ですよね、だからそれも真後ろにあったら、うん、そのシステムさえ入れればできるから、うん、はい、うん、でもそれを結局今の球場ってでバックヤードを何とかしたいって言っても所詮リフォームするしかないね、スペースがないですよね、もうないのよ、だから ただそのロッカーをちょっと改装するとかね、うん、っていうぐらいしかなくて、いきなりそんなでっかいスペースのバッティング練習場を作ることもできなければ、うん、ロッカーの横にリカバリールームみたいな、うん、なんかジャグジーみたいなでっかい風呂、うん、ジャグジーみたいな、はい、でそこにも もちろんテレビもあって試合も見えるし、はい、その横がなんかトレーナー室と直結してるらしい、うん、その中は入れなかったから、はい、入ってないけども、うん、水回りだからそんないきなりリフォームで作れんやん、うん、しかも風呂温泉だったからね、へー、あの有馬温泉みたいな赤褐色の、うん、赤褐色のしかもちゃんと天然温泉みたいな、そうだってもうアメーバかっていうぐらいこのドロドロの温泉で、
風呂入ってる時も、あの鳥谷とかと一緒に入ってて、でそういうのが出ようとして、ここ温泉町やばいわ、めっちゃツルツルになるし、ちょっとドロドロしてるわって言って、はい、え、温泉あるんですかって、いや、あの風呂温泉だよって言って、出てたのにもう一回入りに行ったもん。でもう一回みんなで入って、温泉浸かりながら、飯田場さんとかと、でしかもサウナもあるし、で水風呂もあんで、で体洗うとかって温泉あんで、もう2時間帰られへんで。いや、もうあれですよ、日本ハムの選手お肌ツッツリ立ってくんじゃないですか、だからみんなビジュアルいいんですかね、ね、ビジュアルも良くして人気も上げていこうっていう、でしかもちょっとあの食堂が遠いね、それだけがなんでこんな食堂遠いんやろって思うねんけども、でもベンチのすぐ横に、裏っていうか横に、はい、あのカフェバーあんねん、へえ、あのプロテインバーみたいな、はい、プロテインがいっぱいあってて、あとスタバのコーヒーが無料で出てくるやつ、へえ、でそこになんかバニラとかキャラメルとかの入れるなんかソースみたいなやつもあったりしながら、はい、だからやっぱそういうのがバックヤードにあるって、そのケアも含めて、ケアもあるね、しかもそのトレーニングもしっかりできる、ね、でバッティングもしながら試合行けるって、このバックヤード作るの無理やん、そリフォームじゃ建て替えないと、水回りも含めて、ってなったら、まあ、こんな言い方したら悪いよ、神宮、横浜、とかもうバックヤード昭和やね、だから東京ドームですらできた時は最新だったかも分かんないけど、今のこのハムのを見た時に、バックヤードやっぱしょぼい部類になっちゃうよ、だからどの球場もしょぼい部類になるのよ、神宮はまあ建て替えるやんな、で ZOZO マリンも改修か建て替えしてるやん、もう建て替えんと無理、強さを保つためには、そんな横になんかもうハリベットのようにリフォームとかしたり、あの隣の室内行かないとできませんなんて、もう無駄や、ね、でもう横浜も昨日も横浜で解説してて、これ話になって、横浜ももう建て替えやなと、バックヤードだって雨降ったらなんかちょっと半地下の、バッティング2レーンしかない室内、もしくはレフトスタンド、ライトスタンド下のブルペンしか練習するとこない、それってやばいや、その強化っていう部分に関してはね、だからもう見えるとこはどうでもいいね、そのバックヤードが、このエスコンの充実ぶりはエゴかったな、まあ、もちろん作ってみたからこそ、まあ、家でもそうじゃん、完璧やと思って作っても、作ってからいやここあれやなってなるやん、なります、ね、まあ、それと一緒で 100% 完璧なもんできないと思うけど、確かにエスコンもそういうなんか蒸し暑いなとかあるかもわかんないけども、まあ、そういうの回収できるじゃんね、でもバックヤードはもうホークスよりいいからね、バックヤードはそれはまあ最新式だからね、でもそれをやっぱ取り入れていけるかどうかも、今後チーム強化に対しては重要やから、もうほぼ建て替えた方がいい、本当。いや、日本ハムが今上がってきてるの、そういうのもあるんじゃないですか。いや、そこからあると思うよ、あのバックヤードはもうね、エゴかったよ、バックヤードその手前の練習場がいいですね、だからそういうのも含めてやっぱ建て替えはいいなっていうエスコン思ったね、そうですね、ここから建て替える球団がいろんな最先端のものを入れてくるかもしれないですね、そうそう、だからやっぱりその行った方がいいよね、でもいろいろいろんななんてあるね、放送ブースとか、あとは一塁側から三塁側に簡単に行かれへんらしくて、へー、超大回りしていかないと、だそういういろんな、まあまあまあね、全部が全部完璧じゃないけど、まあ、建て替えはいいなっていうところと、こう選手同士で話してたのが終わった後のスピーチで、11月にやりたいって言って、そりゃそうだよって言って、やっぱりシーズン中だとユニフォーム着てる代表の人は行けないから、だから韓国でいうとイ・スンヨプとか来れてない、ね、で日本でいうとムネリンとか独立リーグの試合と重なったから来れなかったりとか、だから今度はこのパッケージで韓国行こうって言ってるの、わあいいな、だってあの試合も韓国で放送されてたらしい、試合を、だからあのパッケージで韓国行って OB で、で行って、で韓国もドームあるから、パドレスとドジャースが試合したところをね、できるから別に11月でもできるじゃん、でそこでやって、日韓でやるやん、台湾ともできるはずだよね、台湾の OB の、スーパースターチン・キンポっていうのがいる、これ語呂間違えたら終わりやね、はい、だからいつも言うときにワンクッション置いて一瞬考えてね、ちゃんと、ね、一瞬ちゃんと考えてこれ間違いやすいね、金さんとチンさんっているからいますね、金から始めてもらったら終わりやねまあピーって、まあ、僕からピーって言います、俺このレジェンドだけは一瞬やっぱ間を置いて一回頭の中で言ってから言うね、アナウンサーも一瞬とどまんないといけないですね、生放送で生中継とかもね、チン・キンポンやね、金さんじゃないね、チンさんやね、陳さんですね、はい、2008年北京予選で一時勝ち越しのダルビッシュホームランを打たれたりとか、レジェンドいるわけ、だからそんなで日本に来てる、ね、
シューミンテとか、うん、日本に来てる人たちもいるしね、うん、だからその台湾もパッケージとして売れるじゃんね、うん、はい、でよくよくはアメリカも売れるはずやん、うん、だからこれ結構パッケージツアーいけるんちゃうかと思って、うん、で OB やしね、はい、そんな制限ないし、うん、でまあ勝ち負けそんな関係ないから親善試合のあと野球普及、はい、で面白いじゃんね、うん、いいな、なんかそれで韓国とかアメリカとか台湾全部行こうとしてますね。いや野球普及だからでもこれをね、どこが主催としてやってくれるかが問題だから、うん、今回日本ハムはね、はい、全部主催となってやったけども、うん、まあ、こういう風な感じでもう OB でもできるからね、うんうん、あとまたなんかあの小笠原さんの時に応援団の人が、応援団すぐハムベンチ上だから、うん、え続いて日本ハム時代の応援歌って言ってんで、こういうの、はい、で日本ハムの応援歌して、うん、じゃあこの打席はジャイアンツのでって言って、うん、ジャイアンツの応援歌とか、はい、そうチームが変わるったら、うん、ね、すぐできるんだと思いながら、はい、応援歌の人もね、すごいですね、はい、うん、タッサンの応援も懐かしかったですよね、うん、歌いだからね、歌い踊れだから踊れね、うんうん、だからそういったところはね、続けてね、はい、またやっていきたいと思いますけども、はい、ね、あのやればできるっていうところでね、うん、いや本当、うん、面白かったな、うん、面白かった、はい、まあ、またね、うん、第2回があればっていうところでね、うん、やっぱエスコンの裏はやつすごかったですよ、はいはい、いやそれを知れてまた新たな知識になりました、うんうん、皆さんね映像とともにお送りしました、うん、はい。